で、今後はですね、この中国マーケティング研究会ということで、今後さまざまな中国のマーケティングについて学んでいきたいと思っています。我々の持っているこの日本とかヨーロッパ、アメリカの常識とも大変助かりました。株式会社レクサーの中島と申します。これです。ソラサイトは本当に中国から見えているかと。これ尖閣中国人が一生懸命待ったのに、待った挙句結局情報は伝えられてないわけですよ。これが一番最大の問題。で、これインバウンドのサイトですけども、まあ、ちゃんと考えて使わないと、せっかく見せたいのこと、訪問が何秒も入っちゃうんですね。中国のサーバーが置きながらも、この中国の、まあ、CDN ノードを使って、まあ、北から、まあ、北京から、なんか広州から四川、内陸までいろんなところにこう最速でこうサーバーのサイトを届けるというのが方法かなと思います。話とかもいろいろ参考になりますので、中国は中国でものすごい発展しているので、そこは勉強なことも多いなと思っているんですが、そうですね、まあ、僕は中国タイムマシン経営だと言っているんですけど、もう今はシルコンバレーの中で中国を見て、まあ、経営だったりベースモデル勉強して日本に持ってくるといいんじゃないかと思います。カラオケボトル作ったりとかね、とかね、そう、はい、カラオケボトル先に作っちゃって、そこで売るんですよ。なるほど。別に作って市場作って中国の会社に売る。そうそう、なるほど、はい、シリコンバレーの地方ワンズね、なるほど。